にちは、つまいなすです。こんにちは、音速です。お、逆握手ブランド言うと思った、まず言うと逆握手はい、そうですね、まあ逆握手、まあ、正式名称ギャラクシーブランドなんですけれども、環境で暴れ暴れしてるみたいなんで、暴れ、ちょっと持ってきました。ギャラクシーの速さを体感皆さんしていただこうかなと。ということはあれだな、きっとわかりました。それでは、ね、環境トップいろいろぶつけていきたいと思います。失礼します。それではまずひらみちゃんもお願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんほい先行。パッ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 、はい、でもないです。んシャイニングリザード、シャイニングリザード、リスクルーシャイニングリザード、名前です。おや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 、なんだなんだ、終わり。曲シリーズが多いですね。なんか何の曲だっけ、今のは、ワンピースかな。ワンピースか、シャイニングリザード、2巻まで読みました。お、2巻、嘘でしょ。いる、アップルいる。どうも、若き大長老アップルです。よろしくお願いします。いや、これマジで一番上あのカードだったら世界一熱いな。終わり。あの、来い、エール。おっしゃ。なにちょっとちゃんと説明してください。はい、失礼しました。2コストでエール出します。はい、今回当たってします。1コストで指手がで出します。1コスト、手だ、ゴーゴーギャンギャンギャンガンガンギャラクシー、手だが1メジャーで1コストで出ます。なんだとで、いやまあでもね、いやけど待てよ、ちょっとあるマスキング次第か、そういうのでいい、はい、もうこれは突破するんで。うわ、で、ここはどうしよっかな。カツキング、これでカツキング踏むとバーって爆発するので、やりそう、エンドエンドひどいひどいひどすぎる。ね、エンドだ。はい、あ、一長老おるけど、バラド4枚要求はぁ、まあ一応投げらなかったらバラド3、2枚要求だったんですけどね。そうね、じゃあ、まあその回シャックでそうだったんで、ちょっと終わりです。もちろん終わりです。グレイトソニック、はい、名前です。まあ一応アップルか、シラオも宣言、3枚、どうぞ、4枚、ジャオが宣言、墓地を離れないぜ4枚宣言、カーツキングを宣言、墓地を離れないぜ、4枚宣言、ジャオが宣言、墓地を離れないぜ、バラドビナシュラで耐えるぜ、バラドビナシュラで耐えるぜ、ないぜ。ありがとうございました。だってここにいるんだもん。そうですね、4枚やっててもいいですからね。終わってますよ、もうこれ。まあそのジャオモに対してアップルの刺さりがめちゃくちゃいいので、そのジャオモンでのカウンターをお前なんで殴れるんだよ。まあそうですね、お前そのデスマッチみたいになっとけよ、お前。メタビートってやつ。そうですね、一応なんか昔あのこんな感じでここのマークはトコシテとかカモチャウチャウみたいなカードを入れてた時あったんですけど、いやもうなんか段違い全てにおいて完全ジョイオカが出たので、最強です。殴れますよ、殴れるし、はい、2コストだしみたいなのですごいので、まあ最強ですよ、ね、そらそうやわ、ね、これは今環境でもうね、ティアワンと言ってもまあ別に文句言われないぐらい勝ってますからね。まあそうですね、本当になんか殴り方的にその悲嘆とかと違って早期に殴って相手が準備する前に殴るみたいなって帰ってきたの で、ね、これまでになかった受け方の要求のされ方をされるのがめちゃくちゃ特徴的だなと思って。いや、要求されました今、はい、じゃあ別のタイム見ていきたいと思います。お願いします。はい、それでは今度はね、ハンデスお願いします。お願いします。最初はグーじゃんけん、ほい、おぉ、戦後見破られたか、なんかこんなもんかしら、はい、うわ、なんだこれ、いやめよう、終わり、はい、なろう、あー、なるほど、これは面白い、A で置いてエンドです。おぉ、間が詰めます。はい、今な、トッポ人形戦に、うわぁ、ガスで開けられないといけないカードが一番ある。手札減ったら嬉しい立機でもあるからね、あなたギャラクシー、ギャラクシー、ビーティングファンです、はい、終わり、あ、弱そうだ、まあまあまあ、許しますドロー、エンド、若き大長老、お前を、お前を、俺は許さない、ドン、終わり、あー、やば、泣いてます、はい、ドロー、泣いてねえし、ざといな、ガーいや、でもね、これアップル絡まなかったから、まあまあまあ、まあ、絡まなかったからね、ちょっとだけですね、いやけど、ここで詰められるか、踏んだらしんどいから踏む確率を下げるためのこうですね、2点、はい、そうですね、まあ嫌ですね、そのはい、いや、はい、ドロー、いやー、その色で埋めてんだよな、はい、レオダムです、はい、欲張りません、勝つまでは、勝つまでは、3枚引いてこうで、はい、こうで、こう、はい、終わりで、いや、とりあえず、なんか、あ、SE かアップル、お、やばいやばい、それはやばい、それはちょっと、なんで、マスター555ガンガンギャラクシー、ヘイダーがこの方だけならノーコストで耐えるやつです。
で、まあ、パーツ全員破壊して火があれば一緒にドロー強すぎるやめろあっちゃやめてくださいダメ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 強い強すぎるそれまだが全てアタックしたやめてください2点マジで最高おーこの石からかくとえ負けた負けた負けてないあ負けた負けた勝ったそう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 いうので助かります。ベトナム残ってると結構真面目にデララとガードストライク1枚でヤバかったんですけどいますグレートソニックガゴーガンガンギャラクシー手札がまあ関係ないやデララ効果使ってんすよ。あ、失礼しました。いやこのトップのカチカチジェット TNK ふざけやがってふざけやがってタヌキです。よろしくお願いします。カチカチジェットタヌキです。よろしくお願いします。ふざけやがってよ。アタック終わりです。対戦ありがとうございました。強すぎだろ、このデッキマジ。これマジでアップで残ってたりするとまたもう終わってほしい。やばいので期待以上に上から引いて強いカード。あ、そうですね。手札が0枚になってもそのギャラクシーまあこれまでだったらグレソニック3枚ゴーブランド1枚みたいな4枚だったんですけど3回に1回ぐらいはもう取ってそうですね。まあ何らかのアクセスができるみたいなことがあるファンデスとかもアスタツできるということでまずこのタイム見ていきたいと思います。お願いします。それでは速度勝負ヒタンガガガとやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。最初はグッ、はい、よし勝った勝ったか。お願いします。お願いします。これ勝ち半よ。こっちかな。いいね。はい終わりでドロー。まあ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 今いやセガーチになったのにセガーレ頑張れ。あセガーレセガーレなのか。エンド怖い怖い怖い。ドローセガーレセガーレのこと忘れてたで。けど持ってないらしい。ベスタロッサ1枚目レイク。はいなしで終わりです。ここでセガーレを引かれるかどうかのゲーミング。はい、おお、こあーあ、ああじゃないのよ。ギャラクシーバードチャージ2コストでまず応援エール、ザ応援をセール。で出た時に2枚アタックできるのでアタックします。で2コスト払って大冒険ヤッタルマン GS。で出た時に手札1枚マナですね。で、ブレイズクローチャージで1コストでグレイソニック手札1枚なのでスピードアタッカーなんかで手札がこのカード1枚なのでウィザーズ破壊します。ウィザーズじゃねえしウィザードウィザードウィザードオブザコースやばいやばいやばすぎそうで、そうですね、3000以下全て破壊できるのでじゃあ引いたりされますで火があるので1枚ドローします。いやーよしよしいいなその時おかしいスピードアタックする時ギャラクシーブランドを回収します。で1点うわちょっと待って世界が止まってしまった。エンドそのデッキおかしい。ドローいや頼むマジ頼むチャージはいブルースニワナガガガはいいややばい1ダブです。えダブダブで一応ダブするストライクじゃないよーリエス。いやちょっと待っていやまあいいそうそのさっき言ったねセガレが引けたからいいんで手が引いた手が引きましたで、1コスでここはブレイズ出して、はい、ここは下手に殴らずにターン終了します。一応ねいやそうそれだってここ殴ってもグレイソニック2枚は変わらないんですもん。引いてくれマジで引いてくれ。ソニックソニックはまず無理。グレイソニックドロー。おっしゃ危ねえダメかソニックソニックはマジで無理。これ使おうか。みんなと一緒に応援してね。みんなと一緒に応援してね。なぜ2回それが1枚捨てて6000回って破壊できるってやつですね。で捨てたカードがスノーフェアになるならもう1体破壊できるんですけど、まあ、スノーフェアでいないので、まあ、6000回破壊します。終わりです。じゃあアンタップしてでドローを。おおおすごいの引いたもん。手札減ってるし。ちょっと待って困ります。1コストどうかな。お好き。ああこれ捨て破壊できた。で発展あり2点ああソニック引いた2点ああ対戦ありがとうございました。いやパズルカードが大丈夫すぎる。これで受けも結構しっかりあるのでガードセルが8本プラスみんなと一緒の演習があるので12本受け入っているので実は殴り合いにはなかなか負けないっていう。法の受けじゃないっすよもうそれは。しかもせがれがあるから結構その悲嘆に対してはもうかなり全視聴者が俺が勝ったと思ったであろう絵面が出てたんですけど、まあ、不可能可能にしますねやっぱね。そうですねこれは今のはすごかったですね。はいということで、リスト紹介してもらおうと思います。お願いします。若き団長団長じゃないわ
若き大長老アップルとベイビーセガールのような、まあ、メタクリーチャーを並べながら、ギャラクシーの早期、まあ、殴る速攻を決めるっていうデッキになってます。このセガールとアップルの枠がまあめちゃくちゃ強くて、トリガークリーチャーは何でもセガールでほぼケアできるし、アップルに関しては、まあ、呪文の最近の重いカードは結構墓地からアクセスする、まあ、ヘブニアスサインとかジャオンもそうですね、墓地から経由するのでアップルで結構封殺できる。そのギャラクシーにアクセスしやすくするためにヤッタルワン GS とかエールとかデータを消費するカードを、うん、まあ、結構多く採用されてるっていうのが、まあ、デッキの特徴の一つですね。まあ、エールはそのまま1枚プラマイゼロですし、ヤッタルワンは1コストと単色組み合わせればもう1枚消費できるっていうのがあるので、で最後はそのギャラクシーブランドとかグレイソニックを残った1マナで出していく。で殴るターンがその最速2ターン目とかで、遅くとも3ターン目にはもう結構ゴッて押したいボード並べるとかで、ガグアと違ってその一気にキル打点を形成するんじゃなくて2回に分けて殴ることが多いので、殴り方とかは少しこれまでの悲嘆とはちょっと変わってくる殴り方になるので、そこは要注意ですね。アビスで再録しますんでね。確かに、はい、そうですね、バンバン当たりますからね。はい、はい、手遅れてもまあ使ってみてくださいということで、連勝で、シータノーバやっていきたいと思います。お願いします。はい、それでは連勝チャレンジノーバやっていきたいと思います、はい、お願いします。お願いします。最初はグーじゃんけん、ほい先行。これ刺さらなさそう。終了終了。どう、うわちょっと待って、ガチでやばい、どうしよう。カチカチジェットのタヌキさんは火のクリーチャーがあれば、そうなければ殴ることができない、攻撃することができない、強いだけど、もうないが確定してる。ああ、そんなことはないか。やったらまずあるか。エンドです。面白いプレイしますね。じゃあ面白くないんですよ。ジャスミンルーンで。はい。ジャスミンルーン落ちて終わり。何その大自然大自然音速全自然端的大長老大長老判断しました。大丈夫ですか。マジで弱すぎる。石の角1枚でよかったね。マジでやったのはめっちゃ出てきてほい、出しましょうか。うまいですね。素晴らしいですね。まあまあまあ、ここで踏み抜くそのセンス。実はコウメイトもプロなんで。そうですね。あ、チェリス。おい、ちょっと待って、おい、ちょっと待って、何回くんねん、おい。やっとノーバーマジで、おい、ってマジでかよ。リスナーのメイちゃん、ノーバーノメドン、ノメドン。いや、これは俺が悪いな。いや、チェリスのケアしねえよ、マジで。パンチパンチいらないパンチ、うん、いらない、終わり。いや、これいや、あったんですけど、あったらやったりはがっぷりできなかったんで、はい、いや、あとそのこの、いや、もう、いや、お言い訳のエンドやだ、マジで、嘘でしょ。はい、ありがとうございます。あ、クロックだ。おー、クロック2枚生まれからのチリス、これが強い。ありがとうございます。や、俺にこのデッキ渡したのやばいっすよ、チュリス。いやー、マジで2戦連続チュリス当てられてる、爆発してる、マジで。ただでさえ眼軸を起こしてたのに、マジか。